昨日高知市で開かれた黒潮ダイナミックファイト。会場にはおよそ600人のファンが詰めかけました。四万十町出身の福永空良選手26歳、ここまで13連勝中でスーパーバンタム級の日本ランキング15位です。去年8月大阪での試合で右手の小指を骨折していて、今回が復帰戦となりました。調子はそうですね、もう万全です。心身ともに基本的なジャブだったり、ディフェンスやったり、右手怪我したのもあったんで、ずっと左練習したりとか、これ一つというか、もう全体的に練習します。福永選手は今年4月に結婚。妻の舞さんが食事などさまざまな面でサポートしてきました。いろいろメンタル面やったり、こう減量の面とか、いろんなことでこうサポートしてもらったんで、おかげでよく仕上がったっていう。夫婦二人三脚で挑む10ヶ月ぶりの実戦へ闘志を燃やしていました。名前が呼ばれると会場の熱気は最高潮に達しました。相手は6戦負けなし、タイのソンポン・バンルエサップ選手。福永選手はジャブを繰り出しながら序盤丁寧に組み立てます。福永選手の母・園さんの横で、妻の舞さんは心配そうな表情でリングを見つめていました。しかし第1ラウンドの2分過ぎ、強烈なパンチを連続で浴びせ相手をノックアウト。これでデビューから無傷の14連勝を飾りました。しっかり勝てたっていうのはホッとしてます。みんながすごい応援してくれてるんで、もうそこは本当に感謝しかないです。やっぱ体全体のパワーだったりで、あとスピードっていうのをどんどん上げていきたいです。とりあえず怪我がなかったので良かったなと思ってホッとしてます。できることは体調面とか気にかけることしかできないので、睡眠よく取れるようにとか、ご飯なるべく美味しく作れるように勉強していきたいなと思ってます。また昨日は福永選手と同じ黒潮ボクシングジムの藤原蓮選手26歳、市原亮選手21歳、柳生吉宗選手19歳の3人が揃って勝利しました。柳生選手は試合前日に父総一さんが亡くなり、父に捧げる TKO 勝利となりました。今まで7年間やってきたんですけど、 KO 勝ちっていうのも初めてなんで、本当に感慨深い勝利でした。亡くなったお父さんには一番に届けたいですね。4人全員が勝利した今回の黒潮ダイナミックファイト。14連勝した福永選手はフェザー級への転向も視野に入れ、11月に大阪での試合に挑む予定です。